宮城県今しめ市宮城の国丁目 11-6 ギリギリ届かず住所負け。別に太田が悪いとは言うつもりないけど、打率も石原と変わらんし失点しすぎてるし、現状太田を使うメリットがない。打率が悪いなら石原の方がいい。平使ってあげてよ。浅村の連続出場記録とか別にいいよ。負け方だね。これで3連敗。まあいつものことですが、相変わらず学習能力なさすぎだね。負け方先日田島にやっと勝てたけど、今井はまだ崩せず。わし方手したいです。今井から1点取れたの奇跡やん。ちょっと意外だわ。でも結局追いつかない程度の反撃で終わって負けてるの楽天らしい。石はラー打てない。オーターリード悪い。今井に嫌われる。早川どうしたんだよ。打線も後一押しだったんだけどな。今日早川をあの状態で7回まで投げさせたのに、昨日のうちは5回77球で降板させてるの本当意味わからんわ。だったら血にもイニング食わせてやれよ。今井監督、調子の良い選手が足らなくてしんどいだろうな。しかしキャッチャーでこんなに違い出るんかね。なんというか、1点差まで追い上げるも及ばず、という負け方はなすすべなく、ワンサイドで負けるよりきついな。ご視聴ありがとうございました。